どうも、こんばんは、エヌムです。さあ、今回は、イタチを使ってやっていきたいと思います。まさかの対戦相手もイタチっていうね。 まあ、どっちのイタチかわかんなくなったら、暁のね、服が、内側が紫のやつがイタチ、こっちのイタチなんです。わかんねえな、これ、どっちか。なんだ？ほい。おっ、いいよ。いけサスケ。お、やりますね。やべ、あぶねえ。あれ、当たっちゃったのか今。あいかん、届かん。お、当たったぞ。うあ、やっべ、かかし。あぶね。チャクラを止めさせて。おら、ちょっとイタチ、やっべ、練習なしで来てるから、なんかアマテラスじゃなくて豪華球で来たらよか。やっべやっべ、あー、カカシさん、チャクラを試させて。うー、やっべ。よーし、なかなかサスケの家具土が。敵サポートキャラに変えてきたな。これちょっと見やすくなるんじゃないだろうかとか言ってる場合に、いや、やられましたね。いや、映画版のサスケの奥義はもう、これはやばい。行きましょう。おら、規模がやばいんだよな。このまま押し切って、よーし。覚醒させたらね、立場変わるんでね、扇でも当てない限り。さすがに当たんねえか。うー、やべ、甘い甘い。なんかイタチのチャクラダッシュのバックダッシュっていうのかな。やべ、あー、代わりに使うべきだったな。おい、やめろ、死体蹴りやめろ。さあ、次。あんま削れなかったな。相手カカシに変えてきた。いくぞ。おっと、サポートキャラにアマテラスが当たっちゃったのかな。あー、くそ、代わりにされた後にチャクラダッシュで近づかれるの、くっそ、あったまる。やっべ、喋ってたら来るんだろ。いや、ちょっと待って、くそ。チャクラ貯めるの解いた瞬くそ、カグツチガードされた。ほい、ライキル来そう、来た。当たれ、当たれ。いや、あ、くそ、ガードしたのか今の。やべえ、やばい、これはやばい。俺も覚醒させて。サスケ、くそ。あった、アマテラスのとこに自分から飛び込んできてくれて。覚醒してるからといって、油断しましたね。いやー、というわけでちょっとなんかいろいろ面白かった試合なんですけど、今回はイタチを使って、ネットワークバトル戦ってきました。というわけで、また次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。扇当ててないな。